今日は私の好きな作曲家をご紹介します。数々忘れがたい作品を残し、楽器編成によっては今でも盛んに演奏され続けているレパートリーがある。しかし一方で忘れられているジャンルの作品もある。この作曲家自身の境遇も実はそれに似通ったところがあります。しかし一旦その魅力に気がつくと、文字通り他に変えられない底知れぬパワーを秘めた作品が数多くあるのに気がつき、狂気し、ただただこう引き込まれます。私は大好きな作曲家です。皆さんこんにちは。明るく楽しくマニアック、指揮者作曲家の徳岡直樹です。というわけで今日はアントン・ステパノビッチ・アレンスキーを取り上げたいと思います。アレンスキーは1861年6月30日にロシアのノブゴロドに生まれ、ペテルスブルク音楽院を卒業後、モスクワ音楽院の教師に招かれ、優れた弟子たちを育成、やがて宮廷合唱をはじめとする宗教関連の音楽監督のポジションにつきますけれども、結核に侵され、フランスのニースで静養した時期もあったものの、生来の享楽的な生活ぶりも相まって、残念ながら回復することがなく、1906年2月12日、わずか44歳でこの世を去りました。ロシア音楽史の図表で見てみますと、まさにチャイコフスキーやリムスキー・コルサコフとラフマニノフとの中間の世代。実際にアレンスキーはチャイコフスキーなどに学び影響を受け、モスクワ音楽院ではアレンスキーがラフマニノフに作曲を教えています。スクリャービンもアレンスキーの生徒の一人でしたけれども、アレンスキーとスクリャービンとの関係は微妙だったようで、結局スクリャービンは作曲クラスを卒業しませんでした。ただこれらの名前が並ぶ中で、アレンスキーの存在感というと微妙に影が薄いと思われるかもしれない。チャイコフスキーと聞けば数々の交響曲、白鳥の湖をはじめとするバレエ音楽、リムスキー・コルサコフといえばシェラザードやスペイン奇想曲、そしてオペラサルタン王の物語を知らなくても、あのクマンバチの飛行の原曲を作った人だといえばへえと思われる方も多いと思います。そしてラフマニノフといえばもう交響曲第2番、ピアノ協奏曲の2番、3番、パガーニーニラプソディ、その他数々のピアノの作品がすぐに思い浮かぶと思います。この点アレンスキーって親しみがないというわけではないんですが、アレンスキーの代名詞と言えるほどに親しまれている随一の名曲というのがあるようでいてない、ないようでいてあるという聞き手いかんという状況なのは確かにあると思います。さて私が初めてアレンスキーの音楽を聴いたのは1983年のこと、2台のピアノのための組曲第1番を聴いたんです。この曲3つの楽章からなる作品で、第1楽章がロマンス、主題と変奏です。これすでにして非常にロマンティックなんです。そして第2楽章がワルツ、第3楽章が幽魂で堂々たるポロネーズ、
分に満たない13分くらいの曲ですけれども、これいい曲なんです。親しみやすい、ロマンティック、ワクワクする、ジーンとくる、泣ける、いい感じ、惚れ惚れする、そんな曲なんですが、これで伝わるでしょうか。特に第二楽章のワルツは有名というのか、単独に演奏録音しているピアニストも多い。例えばこれ、ハロルド・バウアーとオシップ・ガブリロビッチで SP 録音もありますけれども、なんとこれは自動ピアノに記録したものなんですね。後々詳しくお話ししますけれども、リアルタイムでのロシアではアレンスキーって流行りの作品だったんです。この2台のピアノのための組曲第1番第二楽章のワルツですが、実はこれ映画にまで使われています。イングリッドバーグマンとユル・ブリンナーのアナスタシア、日本では追走というタイトルですけれども、この映画の最後の10分くらいのところで突如このワルツのオーケストラ版が鳴り響き、武道会のシーンにつながる場面がある。もちろん映画ですし、このワルツが全曲聴けるというわけではないんですけれども、映画音楽としての親しみと、この追走の物語に寄り添う華やかでいい感じのワルツなんです。そしてこれがアレンスキーの音楽の魅力の一端であるかもしれない。さて、アレンスキーの生涯を振り返ってみましょう。アレンスキーは伝記、評伝の類があまり多くない。特に日本ではそうなんですが、細かく見ていくとかなりユニークな歩みの生涯だったようです。まず幼い頃から才能を発揮した。母親にピアノを習っているんですが、小学校を出た後にペテルブルク音楽院に進みます。13歳の年でしたが、ここでリムスキー・コルサコフに作曲やオーケストレーション、つまりオーケストラの扱いですね、どのように響きを構成するかを学んだ。そして作曲の細かい技術的な勉強、大砲や風雅をユーリ・イオガンセンに指示します。大変優れた才能あふれる学生だったようですけれども、一方でいかにも天才らしい村っ気を持っていた。一言で言うと、やや気分屋的なところがあったようで、感情の浮き沈みが激しすぎるところもあったようです。事実この気質が後々のアレンスキーのうつ病につながっていきます。1882年、21歳の年にアレンスキーはペテルスブルク音楽院を卒業しますが、ピアノ協奏曲ヘタンチョ作品2は音楽院在学中の作品です。これ卒業作品となる交響曲第1番と並ぶアレンスキー初期の代表作です。私自身はこれ大好きなんですけれども、音楽そのものが流麗であるのはいいんですが、こう他では聞けない個性だとか、それからやっぱりインパクトなんですけれども、これがやや希薄であると見る方もあるかもしれない。私自身は大好きです。しかしこれヘタンチョという調整もあって、ショパンの2番のピアノ協奏曲の露骨な影響云々という指摘がされることもあります。こういう叙情的でロマンティック、おしゃれで適度な鑑賞性がある詩的な音楽というのは、アレンスキーの音楽の大部分に共通する特徴です。もしもロシア的というのを民族色豊かにたくましく表現するか、それをリリックに捉えた情感を表現するかで考えると、アレンスキーというのは明らかに後者に属する。実際アレンスキーの作品リストを見ても目につくのは商品の数々です。リャードフほどではありませんけれども、もしかしたらアレンスキーの音楽性もロマンス、ワルツ、ノクターン
といったポエティックな性格的商品にぴったりと合うものだったのかもしれない。これは良し悪しではないですし、アレンスキーにも大規模な構成の作品はあります。オペラも3曲ありますから。そしてアレンスキーの最初の大規模作品が交響曲第1番、これがアレンスキーの音楽院の卒業作品になった、もしくはカンタータ森の王がそうだったという資料もあります。しかしいずれにせよ、これらはアレンスキーの初期の力作で、レコード CD も見つけやすい。交響曲第1番ロタンチョ作品4、全曲36分ほどの4楽章構成の作品です。そこここに胸を打つ実に魅力的なフレーズに満ちた作品です。アレンスキーの音楽の紹介にあまり誰々の曲に似ているという例は使いたくないんですけれども、チャイコフスキーの初期の作品に通じるムードというのがやはりある。そしてこれ、作曲当時と今日では受け取り方が違うことも考えた方が良い。今現在ではやや個性的なキャラクターが希薄だと思えなくもないこの音楽、当時のロシアではまさに、ああこう来なくっちゃという当時のトップモードを描き出した作品として評価された。この第一交響曲も若き日のアレンスキーの意欲作であるのは間違いない。私としてはやはり第二楽章のアンダンテに他に変えがたい魅力が聞けると思います。さて、音楽院を出たばかりのアレンスキー、早速モスクワ音楽院から教師としての誘いがかかります。いかにアレンスキーの才能が当時高く評価されていたかということと同時に、ペテルスブルクからモスクワへ赴いたというのも、これ見方によっては非常に面白い。裏を読む、深読みも可能なことなんです。これよく言われることですが、ロシアでの音楽院設立はアントンとニコライのルビンシュタイン兄弟によるものだった。今では我々が当たり前だと思っている公開のマスタークラスだとか音楽コンクールというシステムを考案、軌道に乗せたのもルビンシュタイン兄弟だったりします。そしてアントン・ルビンシュタインってチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の初版をボロクソにこき下ろした人ですね。そしてペテルブルク音楽院というのはどちらかというとロシアの民族性を生かした音楽、モスクワの方はより西欧的で、もちろん両者とも我々の目からするとこうクラシック音楽をやってるんだけれども、モスクワの方がよりヨーロッパ的でバッハから連なる偉大な音楽様式を主眼に置いた教育をしていた。非常に大雑把ですけれども、リムスキー・コルサフが教え、プロコフィエフのような才能が巣立ったのがペテルスブルク、モスクワはラフマニノフやスクリャービンのような才能が開花した。うまく言えませんけれども、例えば東京大阪間のような何とも言えないこうライバル意識みたいなものだと思っていただければ良いかもしれない。そこからするとペテルブルク育ちのアレンスキーがモスクワに招かれたというのは、それだけアレンスキーの音楽や資質がロシア5人組に代表されるような民族的フォークロア的なものではなくて、チャイコフスキーに聞かれるようなヨーロッパ的ロマンティックな要素を持ち合わせていたということの証だとも言える。このあたりはいろいろな捉え方がありますし、やはり音楽上のことなので、これはこうだからとはっきり言えないところもあります。というわけでアレンスキーはわずか22歳で早々に教職に就く。アレンスキーのレッスン風景を私の大好きな本であるこのバジャーノフによるラフマニノフの電気小説から見てみましょう。アントニー・ステバノビッチはまだほんの青年で、時には生徒の方が年上のこともあった。これには彼も並行していた。痩せてすらりと背が高く、顔色は極端に青白く、こじんまりと黒い口ひげを生やし、半分タタール人の血の混ざったギラギラした目をしていた。アレンスキーの音楽的才能と人間的魅力は組めども尽きぬものがあった。生徒たちは彼を崇拝していた。しかしその愛にはしばしば哀れみと恨みの感情が混ざっていた。彼は人生を祭りのように暮らし、脇目も振らず没頭し身を焦がしていた。彼の性格から来る極度の困憊と、いつの間にか忍び寄っていた不治の病とがあっという間に彼を死に追いやってしまった。その後しばらくの間、彼の作品はその天女の才能を認められずにいた。
これ13歳の少年ラフマニノフが親元を離れモスクワ音楽院に通うようになった新学期、初めてアレンスキーの和声楽ハーモニーのレッスンを受けるようになった、つまりラフマニノフとアレンスキーとの出会いの場面なんですけれども、実はこの記述アレンスキーの生涯の概要を手短にまとめた表記でもあるんです。実際にアレンスキーに関する文献というのは特に日本では決して多くないとお話ししましたけれども、このアレンスキー忘れられた天才作曲家はその最も詳細な情報を含む冊子です。それでもこれ全体で60ページほどで、他の作曲家に比べて情報量は決して多いとは言えない。ただアレンスキーの作品のいくつかは現在でも盛んに演奏されています。例えば2台のピアノのための組曲、かつての状況と比べるとまさに覚醒の感があるんですけれども、1番から5番までがいくつかの CD になっているピアノデュオのグループにとって欠かせないレパートリーになっています。それから室内楽ピアノトリオですね、これは作品としての規模も大きく、アレンスキーの純音楽として非常に優れた音楽です。それからチャイコフスキーの主題による変奏曲、これは弦楽オーケストラの傑作だと思います。実に綺麗で、これバルビローリもレコード録音していたと思います。ジャンル別というのも微妙に難しいんですけれども、私の手元にあるアレンスキーの作品が聴ける CD をざっと紹介していきます。まずこのメロディアからの3枚のオーケストラシリーズは欠かせません。1990年代、私にとってアレンスキーへの魅力開眼につながった CD、 まずバレエ音楽エジプトの夜、これクレオパトラに恋をする青年の話なんですけれども、これは全曲版を後でご紹介しますが、これは組曲版です。そしてアレンスキーの若き日の名作であるピアノ協奏曲を着実な演奏で聴くことができます。これ最初の導入の1枚にも良いかもしれません。そしてこちらオーケストラのための組曲1番3番とオペラナルトダマヤンティ序曲、アレンスキーの特質をざーっと聴けます。そしてこれ交響曲1番と2番、はい、今日のメインの話題です。私から皆さんに強烈におすすめしたいアレンスキーの作品ということで、なんといっても交響曲第2番の第2楽章です。まあこれたまらないです。この第2楽章のロマンツァアダージョ、これは痺れます。ホルンと弦楽器の柔らかな導入ということで、まるでチャイコフスキーの第5交響曲の2楽章に似ていますけれども、その後はもうアレンスキー特有の奮いつきたくなるような音楽、これは反対に言いますとチャイコフスキーはラフマニノフには聴けないロマンティズムです。実は交響曲としては20分ちょっとで、通して聴くと少々物足りないと思われる方もあるかもしれない。しかしこの第2楽章だけでこの曲は合格、私にとってかけがえのないものです。実はこの交響曲についての資料というのはほぼ全くありません。楽譜は2台ピアノの編曲版のみ出版。しかしオーケストラのスコア、パート譜ともに未出版です。私ロシア人の友人に調べてもらったんですが、今でもこの曲を演奏しようと思ったらアレンスキーの生きていた時代に羽ペンで写譜された抹茶色に変色した手書きの楽譜を音楽院から借り出さなければならない。コピーには1ページ500円が必要だということで、いろいろ手続きが面倒なので残念ながら私諦めてしまいました。そんな類まれな曲を聴けることができるのが先ほどからご紹介しているこのスヴェトラーナフ版、そして最近の録音であるこれワシーリ・シナイスキー版、そして1960年の録音だというアレクセイ・コバロフ式の録音。実はオフィシャルなものとしてはこの3つの録音しかありません。
他にもアレンスキーの第二交響曲のレコード、CD、動画があるよという方、ぜひお知らせください。今日の私のお話の内容を忘れてくださっても構いません。ただし、アレンスキーの第二交響曲の第二楽章だけを忘れないでください。さて、さすがお国柄だけあって、スヴェトラーノフにはかなりアレンスキーのオーケストラ作品の録音があります。ダブリも多いんですけれども、私が入手したこの2枚の CD、アレンスキーの主要な作品をまとめて聞くことができます。そして出ました、これバレエ音楽エジプトの夜の全曲です。序曲からしてこれいいんです。ちょっと楽天的な話をしますと、曲が長調メジャーで始まる、そしてすぐに平行調のマイナーにテーマの中で転調するんですけれども、ここがキュンとしていいんです。全曲を通じてのドラマティックな変化というのは、まあ、チャイコスキーなどに比べれば希薄かもしれませんけれども、それを補ってあまりある親しみやすさと美しさです。これは様々なロシア関連の作品の修正ですね。スヴェトラーノフ版です。それからこれもピアノ協奏曲ヘタンチョウです。いい演奏です。そしてこの後に入っている12の練習曲、それから単独の2つのエチュード、これも綺麗。なんとこれ最後には日本の夕焼け小焼けにそっくりなメロディーが出てきてギョッとします。2台のピアノのための組曲としては、これは録音としてはやや古いものです。初期のレコードということになります。リューボフ・ブルクとマーク・タイマノフのデュオ。私の大好きな1番は、最近ではちょっとゆったり系の演奏が多いんですけれども、これはかなりストレートな演奏です。2台のピアノのための組曲のシリーズには他にもこのような CD があります。これは私が最初に聞いたものですね。それからこれにあたりになりますと、もう最近のリリースということになります。それから組曲第1番の第2楽章ワルツには単独でこのようなレコードがあります。それからアレンスキーの室内楽ということで、2曲の弦楽四重奏曲とピアノ四重奏、そしてこれがピアノ作品の修正、お部屋のインテリアとして流しておいてもいい曲が多いと思います。そしてこれは珍しくもアレンスキーのオペララファエロの世界初録音です。それほど規模の大きい作品ではないですが、これもいい感じです。そして特にこの CD でのおすすめは、歌曲とロマンス6曲がオーケストラ編曲の伴奏で歌われている。これは綺麗です。こちらの方がファンが多いかもしれませんね。とにかくこれ素晴らしい一枚です。さて、ではもう一件マニアック探求ということで、アレンスキーですが、実は1906年に亡くなってはいますけれども、なんと我々は今でもアレンスキーのピアノ演奏と肉声を聞くことができます。ジュリアスブロック、土木森林関係のも木材でしたっけ、とにかく大変裕福なビジネスマン。この人が非常な音楽ファンで、エジソンが発明、そしてようやく実用化された老管レコードの録音用ですね、再生用ではなく、その老管型のレコード、まだ録音されていないので表面はこうツルツルなんですけれども、これに当時の主にロシアの大音楽家名演奏家たちの演奏を録音して回っていた。老管ですから1本せいぜい3分くらいしか録音できないんですけれども、とにかく音楽史上の教科書や伝記でしか知れない人たちの実際の演奏を聞くことができる。アレンスキーの同僚でラフマニノフの先生だったタネーエフ、プロコフィエフやクロイツァーの先生だったアネッテ・エシポフ、ブラームスのハンガリー舞曲第4番のオーケストラ版を作ったパウル・ユオン、音楽以外では自作を朗読するトルストイの声も聞くことができます。極めつけはアントン・ルビンシュタインとチャイコフスキーの声ですね。これ何と言いますか、我々世代だとお分かりいただけるかもしれませんけれども、例えば初めてビデオカメラを買ってお父さんが家族を撮ったとする、新しい機器を見て興奮して、なんだかカメラの前でいろいろポーズを撮ってみなきゃいけないような気分になる。それと同じで録音機、昔は日本でも当初は素弦機、言葉が蘇る機械と言ったんですけれども、当時画期的な録音をできるメディアを前にして、チャイコスキーやルビンシュタインがあなたもなんか喋ってみなさいよといった調子で録音したおしゃべりをここで聞けるんです。これ盲目のヒストリカル録音復刻で有名なマーストンのレーベルから出ている現役版の CD です。これ皆さん常識がひっくり返るというか、すごい CD ですのでおすすめしておきます。でこの中でなんとアレンスキーのピアノ演奏11曲すべて自作もしくは即興演奏、
そして極めつけはアレンスキーのピアノトリオ第1番の3つの楽章、もちろん全曲ではなくてハイライ曲ですけれども、これを聴くことができる。この CD セットの中でも最も収録点数の多いのがアレンスキーです。そしてこれまで申し上げたアレンスキーの音楽的特徴、特性を実際に聴くことができるという大変貴重なものです。もちろんこれ平面版のレコードではなくて、その上また個人の録音ですから、やっと聴ける、とにかく聴けるという水準のものではありますけれども、復刻のテクニックに定評のあるマーストンですから、これ十分に音楽として聴くことができると思います。そしてもう一つ、この CD セットで気がつくことは、アレンスキー以外 CD3 枚分のセットに登場する数々の他の演奏家、ピアニストが結構アレンスキーの音楽を演奏して録音しているんです。サンドラ・ドローカーがアレンスキーのエチュード、そしてアレンスキーの同僚だったタネエフとパウル・パプストがアレンスキーの2台のピアノのための組曲第2番シルエットから、第1楽章哲学者、第3楽章道化師、第4楽章夢見る人を演奏しています。これもちろん詳細は分かりませんし、もしかしたら録音していたこのジュリアス・ブロックがアレンスキーと個人的に親しかったのかもしれない。しかし他の演奏家もこのようにアレンスキーを取り上げているのを見ると、この時代にアレンスキーの音楽が流行していた、聴衆演奏家ともに愛されていたという証明だと言えるのではないかと思います。この CD の中でアレンスキーの演奏が録音されたのは1893年から99年、ほとんどは93年と94年ですから、まさにラフマニノフを教えていた頃、モスクワ音楽院でも教授に昇進して数々の重要な作品を作曲、ある意味アレンスキーの人生の最も輝かしい時期にあった時代です。今でこそ評価は微妙ですけれども、ピアノ協奏曲もこの当時は大変愛好された作品で、例えば若き日のホロヴィッツもこのアレンスキーの作品、この協奏曲を愛好していたという話があります。当時のピアニストたちが弾きたいと思うレパートリーだったんですね。そしてこれが大変残念なことに、多くのアレンスキーの生涯を語るときに必ずついて回るこのフレーズにつきまとう、はい、アレンスキーは忘れられたというものです。この言葉もよく考えてみると決して正しいとは言えない。そしてその後の音楽のスタイルの変化を考えると仕方がないということもあります。20世紀の音楽はよりダイナミックで、より多彩で、そして調整というものが崩れていく傾向にあった。そうした中で当時時代遅れと揶揄されることもあったラフマニノフの交響曲第2番やピアノ協奏曲は、しかし現在でも重要なレパートリーとして演奏され続けています。しかしアレンスキーの音楽は間違いなく聴き手を一時の夢に誘うところはありますけれども、もしかしたら強烈なアピール性というのが希薄なのかもしれない。それは単純な良し悪しではなくて、アレンスキーの音楽の特徴であり個性です。その中には耐え難い魅力というのがある。ただもしかしたら時代の流れの中で、例えばより大声で多くの人に呼びかけ、その魅力に引き込むというパーセンテージがアレンスキーの音楽にはやや希薄なのかもしれない。それを含めてアレンスキーなんですけれども、私のようなアレンスキーファンはともかく、例えばチャイコフスキーと聞いてすぐに、あのメロディーと、いくつものメロディーが頭の中に鳴り響く度合いというのとはちょっと違うかもしれない。そういうことがあります。しかしここを強調したいんですけれども、だからといってアレンスキーの音楽に魅力が希薄だということとイコールではないということです。今日ご紹介した作品の中、 CD の中にはすでにして皆さんの新鮮な驚きと感動を実現する音楽がきっとあります。アレンスキーの解説動画なんて他にまずないのではないかと思いますけれども、中学生の頃からのアレンスキーファンとしてこの動画を通じて皆さんに申し上げたいと思います。簡単です。アレンスキーを聞いてみませんか？チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。